クションのニエと申します。お願いします。今日はまずこのトップスというかブレザージャケットがメルトザレディというブランドのものでして、でこのズボンも一緒のメルトザレディのものなんですけど、これ後ろのこのダメージが特徴でポイントとなってます。インナーは普通の多分黒いキャミソールなんですけど、このこれバッグがディーゼルで何も入ってません何も持ってませんと、これがですね、アップルのヘッドホンで、これで毎日音楽聴いてますネックレスもこれも普通にネットで買ったただのネックレスなので大したものじゃないんですけど、なんか着脱しやすくてお気に入りです指輪がクロムハーツと、これもネットで一緒に買った特にただのシルバーのリングなんですけど、でネイルです。ネイルですはい、好きにやらせてもらってます。これどんシマ、ありがとうございます。クラックスのブーツになってて、すごい歩きやすくておすすめです。髪の毛地毛ですか？あ、髪の毛これ地毛で、ちょっと一応頑張ってケアしてる自慢のロングヘアなんですけど、まだまだへそぐらいまで伸ばしたくて今頑張ってるところです。アネックス店のディレクターの青木さんに染めてもらってます。こんな感じでセブン銀座店の栗山香音です。セブン銀座店の西条優奈です。トップスはバージンです。でパンツがミヤミヤ、かわいい。これがプラダです。銀がベスト&レクリエーション、原さんからお土産でいただきました。トップスはスマイルです。スカートはピピー&コーっていうところです。靴はランダです。カバンはバッグはダーリッチです。ネックレスとヘアクセは海外の通販です。ヘアショーで買ったんですけど、ベストでちょっとあったかいんで、すごい冬、この冬着ようかなと思ってます。あ、後ろはなんか後ろも結構切り返しみたいなのがすごい模様みたいなのが可愛いなと思って買いました。インナーはこれクレージュのニットですね。めっちゃさりげないんですけど、あ、多分メンズだと思います。これ多分レディースでも展開してるんですけど、はい、パンツもこれサグクラブです。これカルバンクラインブーツ。ベルトはこれアワーレガシーっていうブランドですね。ピアスはこれセリーヌで、この下のやつがセリーヌで、この上のやつがオールブルースっていうブランドですね。反対もそうですね、セリーヌです。
はい、あ、指輪は結構いろいろしてるんですけど、これがエルメスで、こっちがトムウッドですね。後ろどんな感じ？後ろはこんな感じ。この時はバージンズです。このなんか中がユニクロとユニクロのなんか。ゴールドです。ネックレスはカルティエです。原宿リップディレクターの奥山ありさです。今日のファッションのテーマは？今日は、今海外でライブラリームードみたいな、図書館にいそうな女の子、真面目そうな女の子がなんか流行ってるので、メガネと、あとはまあ本当は生足で履きたいんですけど、タイツとか履いたりして、ちょっと真面目っぽいセクシーな感じにしました。トップスは？トップスはサース&ウンっていうアメリカのブランドで、これがスペインのイマガスっていうブランドで、ザラでチャールズ&キース。めっちゃビッグな感じで、肩出しで着るんですけど、なんかいろいろワンピースみたいにしても着れるんですけど、そんぐらい長いんですか？そうですね、結構このぐらいで、ブーツとかと合わせても可愛いんですけどって感じです。結構大きいんで、足元はシンプルに締めた感じにしてみました。ヘッドホンは？ヘッドホンはマーシャルです。ブラウンのマーシャル。梅です。イオです。
もうなんかいつもの、いつもの、いつものやつで、はい、いつものやつです。これどこのですか？これはスキムス、はい、これめっちゃ形綺麗です、うん、でブーツがザラです。形が綺麗、色違いで3色の黒とベージュと、あ、そう、新年総会でベージュしてました。形が綺麗です、はい、感じです。私はすいません、ちょっとどこのものかは分かんないんですけど何の紹介なの？いつもオフィスにショーの時に使う衣装をストックしてあって、それを拝借してきました。いつもこれも後ろの方を、おー誰よりも違う。はい、満を期してですね、島の社長、島香織さんの登場です。さて、総額は合計金額いくらになるでしょうか？まずはこの左腕の紹介してください。こちらからお願いします。これはどこの商品で？この辺、その辺で拾いました。これカルティエですね。この、全部ダイヤモンドになってますが、これはプラチナとゴールドで、一つ一体いくら、まあ、マンションが買えるぐらいと買えません。買えますね、はい、この3連をつけてる女はなかなかいません。買えません。ドレスの方は？ドレスの方ね、ちょっといろんな人に買って、ごめんなさい、わからないんです。手作りで手作りです。一晩で抑えました、今日のために。え、わ、でもなんかで見た、なんかで着てる。可愛いです、可愛いの。なんだっけ、なんだっけ、ハナップです。嘘だよ。デラバリ。あ、デラバリ。デラバリ。どこ？どこの？イタリアじゃなかった？デラバリです。イタリア女って感じですよね。靴はですね、すごい可愛い靴を今日持ってきて、あ、映さないでいいんです、こんなものは。昨日酔っ払いすぎちゃって、道でこけまして、恥骨を打ったらしいです。微低骨です。あ、微低骨、微低骨打っちゃったので、今日はもう安定感を求めて、この靴なんで一切映さないようにしてくださいね。で、こちらの、この指輪はどこの？あ、もうこの辺のもハリー・ウィンストンでございます。もうサコラのハリー・ウィンストンでございます、本当に。そうですよね。え、こちらの耳の方は？この辺のサコラのティファニーでございます、もちろん。すごいね、ティファニー、借りて、タクシーが。もう大丈夫です、もう何もついてない。意外とシンプルね。え、あれバッグはよ、シャネルの。あ、大丈夫です、今日はもう酔っ払い。いいんです、酔っ払い前提でね、今日はもうろくなもの持ってきてないんで大丈夫です。今日でね、ピッキーも、はい、2周年になりました。いろいろありましたがね、コロナ禍にね、もうコロナ止まん中で、そうそう、順調で、昨日もイベントで今日もイベントでみんなが使ってくれて、今新規織り交ぜた DJ で今日もやらせてもらってます。スペシャルゲストの DJ もね、この後も来ますし。お、あ、マジで、はい、ちょっとやる気を出しますね。全然やる気ない感じでやってるから。じゃあそろそろ私の、じゃあ自宅訪問ですね。やりましょうか。いや、本当にやった方がいいと思います。やりましょうか。歩く1億円を誰が見たいんだか分かんないですけど、見たいんだよ。クレームの DM いっぱい来ちゃって、コメントがすごいなんかあれちゃいそうだけど、全部消していただいてね。俺意外とクレームが来ない人だから。心がの、これ嵐を呼ぶ女だから、この嵐もかき消せるんで、さすがでございます。問題なしで、じゃあ元気に出たいと思います。はい、じゃあそれで、あとは近づいて撮るやつがあるから。あ、そういうのがあるんですか。それ聞いて